アヒルちゃんたち、今日は皆さんにとってもハッピーなご報告がございます。実はですね、私シェリーはこの度なんとありがたいことに第3子を授かることができました。発表できる時期がね、ちょっといろいろあったりして、ちょっとなかなか早く言いたかったんですけど、言えなかったんですけれども、実はもう、オンラインサロンとかね、参加してくれてるみんな知ってくれてると思うんですけども、ちょっと前から、今のパートナーと妊活を始めて、子供3人目一緒に迎えたいね、なんて話して、頑張ることにしたんですけれども、本当に本当にありがたいことに、授かることができて、今なんとかここまでは順調に育ってくれてます。まだどっちかは分かりません。シェリーのお風呂場。まあまあまあ、本当になんかすごい嬉しそうに報告してるけど、あれ、あんた結婚してなくないって思う人いるよね。その辺をね、やっぱりせっかく私はこの性教育っていうのをすごい大事にして、アヒルちゃんたちともちゃんとこうね、本当のことで通い合いたいなと思うので、しっかりこれをお伝えしたいなと思ってるんですけど、決してアクシデントではございません。アクシデントっていう言い方するのもどうなのかなって思うけども、これはもう本当に望んで望んでっていう結果です。パートナーとはもう何年も前からお付き合いさせていただいていて、順序を追ってね、ゆっくりゆっくり2人の関係性を育ててて、子供たちにも、もちろんだいぶ前にゆっくりゆっくり合わせて、でちょっとずつちょっとずつこの家族という形に近づいていって、でもう1年以上前かなからもうみんなで一緒に住んでいて、子供たちとパートナーと、でも本当に家族っていう形で今はずっと生活しています。でもちろん子供たちといっぱいコミュニケーションを取って、なんていうんだろうな、あまりせかさないようにとか、状況をみんながちゃんと理解できるように、心地よくこう過ごせるようにっていうのを大人たちがしっかりこう見守って進めてきてるんですけれども、そんな中で二人で話し合って、やっぱりずっと一緒にいたいねっていう気持ちもあるんだけども、ちょっと結婚っていう形は取らなくてもいいかなっていうことになりました。まあ、その理由はいくつもあるんですけれども、子供たちのことを考えた時に、今実は子供たちは私と同じ名字なんですね。で、まあ、パートナーが提案してくれたんですけど、私とパートナーが結婚した時にやっぱりパートナーの方の名字になってしまうので、だったら事実婚という形で子供を産んだら私の名字をその子ももらえるので、でそうすれば3人同じ名字っていうことで、やっぱ兄弟っていう感じももっとより強く感じれるのかなとか、そういう考え方もあったり、あとはまあちょっと変な理由って思われるかもしれないけど、なんか自分の中で日本でまだ同性婚が認められてないのに、なんか私2回目もう一回結婚するのかなっていうちょっと思いがあったりとか、いろんな理由があって2人でたくさんたくさん話し合って、でもちろん彼も同じ気持ちでいてくれてるし、彼のご両親もご家族もみんな理解してくれてて、彼が早めにこの事実婚という形で行くっていうのを伝えた方がいいと思うよ、やっぱり心配させたくないから早めに伝えた方がいいよっていう話はしてて、で、すごい私もドキドキして、彼が自分の両親に伝えてくれた時に、彼のお母さんが「うん、いいじゃないフランスっぽくて」って言ってくれた時に、なんて最高なのと思って。なので本当にありがたいことに、私の家族も彼の家族もみんなこの状況を喜んでくれていて、まあ、ちょっと前なんですけれども、一応やっぱ子供たちにしっかり説明するっていう意味も兼ねてパーティーはしました。事実婚パーティーというか、
コミットメントセレモニーって英語で言ったりするんですけど、これからはこの4人で家族として一緒に生活していきますので、なんかよろしくお願いしますみたいなのを、うちのお父さんの横浜のお店で、もう本当にお互いの家族と、もう本当に数人のすごく大切な人だけ呼んで一緒にみんなでやったんで、もう私たちは家族と思って今は生活している状態です。まあそんな中で、この本当にありがたいことに妊娠することができて、体調とかいろいろあって大変は大変なんですけども、この状況をすごい周りも喜んでくれていて、もう何より私はチビたちにね報告した時に、いろんな感情が考えられるから、パートナーとね、びっくりすることもありえるし、ショックを受けたりとか、やっぱなかなか受け入れられないっていうことも考えられるから、なんかこうあんまり一方的によかったねってなんか押し付けも良くないよね、だからどういう反応されてもいいようにこちらも心の準備しとこうねっていう話をいっぱいしてて、じゃあ何でも質問できる環境を作ってあげなきゃねとか、もしこう言われたらこういう話しようとか、こういう説明しようみたいな、すんごい準備していったら、びっくりするぐらい大喜びしてくれてあの心配は何だったのって思うぐらい、もう本当に6歳4歳2人ともめちゃめちゃ喜んでくれて、ワクワクしていて、今6歳に至っては上の娘はお母さんに荷物一つ持たせないみたいなもうめちゃめちゃ素敵な彼氏みたいになっちゃってて、もう全部私の荷物持つわ、なんかもう、マミ大丈夫、座んなくて大丈夫、疲れてないとかすごい気にしてくれてて、本当に喜んでくれてよかったなって、もう本当に一安心でございます。で、もちろん子供たち、今のね上の2人のお父さんにもしっかりその事実も伝えていて、もうそのお父さんもめちゃめちゃ喜んでくれてて、とか言ってよかったじゃんって喜んでくれてて、元夫にも素敵なパートナーがいて、そのパートナーからもうすごい長い LINE が来てよかったですってめっちゃ喜んでくれて、なので今は本当に娘たちにはすごいありがたいことに、愛してくれる親が、親というかこう親的な立場の人が、愛してくれる大人が周りに4人いて、みんなでも協力して一緒に子育てをしているという形ですね。本当にありがたいことに、風通しよくみんなコミュニケーションしっかりとって行っていけてるという現状です。これをね、もちろんこれからずっと続けなきゃいけないなって私もすごい思ってるんですけども、今のところみんなとってもとってもハッピーでございます。やっぱり自分がこういうことを発信している以上は、自分の人生だからとかっていうことじゃなくて、伝える責任もあるなって思うんですよね。いろんな家族があるよねとか、多様性とか、そんな話をしてる中で自分のことを明かさないっていうのは、ずるいというか、なんかちょっと筋が通らないかなと思って、ここは本当に正直に自分の考えとか思いとかをちゃんと伝えたいなと思って、いち早く皆さんにそれをお伝えしたくてお話ししています。別に私はもちろん結婚っていう制度が良くないと思ってるわけでは本当ないし、離婚最高と思ってるわけじゃなくて、本当にいろんな家族の形があって、お父さんお母さん子供っていう、これが家族だよねっていうことだけじゃないよねって、いろんな家族がいて、いろんな形の愛があって、で人の愛を否定するのって変だよねっていう感じの考え方なので、うちの愛はこういう形ですっていう一回説明を入れておきたいなと思っただけです。ということで、結論から言うと、私はありがたいことに、3人目を迎えることができて、今絶賛その準備中でございますけれども、本当に今の動画をね、なかなかと見てくれた方だったら分かってもらえると思うんですけども、妊娠したり出産したり子育てをするっていうのはめちゃめちゃ大変なこと、やっぱり性教育のチャンネルなんで、これだけは言いたいなと思って、やっぱり子供を育てるっていうのは経済力も体力も忍耐力も必要なことなので、いろいろ納得した後にこう始めてもいいのかなとは思います。
だからもちろんね、早めに子育てをして大成功してる人もたくさんいますよ。それがダメってことじゃないよ。やっぱりあの心の準備、あの経済的な準備とか、あのそういうものをしっかりした上でした方が安心して子育てできるかなとは思います。あのありがたいことに私はそういう状況が今整ったって思ったので迎え入れることができそうです。ここからね、まだまだあのつわりとの戦いも続くけども、子供たちがこう赤ちゃん来るの楽しみだねっていうその言葉だったり顔だったりがすごい嬉しいし、やっぱりパートナーとの時間もすごい大切だし、仕事で受ける刺激もあのすごく私にとっては必要な時間だなと思うので、こういう日々のこうポジティブなことにたくさんこう幸せを感じて、今年中に元気な赤ちゃんを産めたらなと思っております。ぜひこれからもね、このシェリーのお風呂場の応援をよろしくお願いします。ということで、シェリーからのご報告でした。